死にという鳥を取る罠を張る。我々が待っていても地にはかからず、思いもよらないクジラが罠にかかった。前の妻が食事を欲しがったら、肉の少ないところを剥ぎ取ってやるまよい。新しい妻が食事を欲しがったら、肉の多いところをたくさん剥ぎ取ってやるわよい。えシアコシア。こ,これは憎んで威嚇する掛け声だよ。あ、シアコシア。 これはあざ笑う掛け声だよ。おしさかという場所の大きな部屋に人が数多く集まって入っている。どんなに人が多くても。勢い盛んなクメの奴らが刀と石斧を使っていざ敵を選別するのだ。勢い盛んなクメの奴らが刀と石斧を使って今こそ攻撃すべきだ。勢い盛んなクメの奴らが作っている泡の畑には匂いが強いニラが一本生えている。 そいつの根と目を一緒に引き抜くように、術なぎに敵を捕らえて、いざ敵を殲滅するのだ。勢い盛んなクメの奴らは、垣根のほとりに植えた山椒の実は、口がヒリヒリするほど辛いのだ。私は、敵から受けた痛手を忘れはしない。いざ敵を殲滅するのだ。神風が吹く伊勢の海に生えている石に、這い回っている小さな巻き貝のように、敵の周りを這い回ってでも、 いざ敵を殲滅するのだ。盾を並べて、稲佐という山の木々の間を通っていき、敵を観察して戦ったから、我々は腹が減った。島にいる奴らは鳥を使って魚を取って、今こそ助けに来てくれよ。